どうもこんにちは、関あかねです。今日はですね、愛読書を紹介したいなと思います。岡本太郎さんの自分の中に毒を持て、あなたは常識人間を捨てられるかという本です。この本はですね、本当に何度も読んでるんですけど、すごい人気の本なんでね、読んだことあるよっていう人もたくさんいると思うんですけど、私もこの本が好きでして、今日はこの本をですね、ちょっと紹介したいなと思います。でね、作者は岡本太郎さん、ご存知の方多いと思いますけど、アーティストの方ですね。でね、岡本太郎さんの芸術のその作品自体をですね、私ね、そんなに芸術詳しくないんで、多分ちゃんと理解できてないと思うんですよ。大きいのね、太陽の塔とかね、あと渋谷の駅にこう飾ってあるじゃないですか。何度も目にする機会はあるんですけど、まだこう深く感動したことはない、理解はねできてないんですけど、この本の方は本当に何度も読まさせてもらってます。結構もうボロボロになってきてますけど、で、何が書いてある本かっていうと、生き方とか考え方とかね、あとはアーティストの方なんで、作品の作り方とか、そういったものを岡本太郎っていう人が自分の経験を踏まえた上で教えてくれると、そういう本です。どうして何回も読んでるのかっていうと、生きてるとやっぱりこう、自分を守ろうとしてしまうものじゃないですか。うまくやろうとしたり、保守的になったりみたいな。で、それに対して、ちょっと待てよって言ってくれる感じの本なわけですよ。ひよってる自分に、ひよってんじゃねえよって言ってくれる感じ。このタイトルにもある通り、自分の中に毒を持ってって言ってるぐらいなんで、自分なんてものを壊してしまえよって言ってくるんですよ。そのね、自分を壊すってことが難しいわけなんですけど、そういうメッセージをこの本を読むと受け取るんで、その後ね、こう自分を守ろうとする姿勢が100あるとしたら、それが70ぐらいまで減るような感じなんですよね。だからちょっとこう、30ぐらい冒険心を持てるようになるというか、そういう気持ちにさせてくれるんですよ。ちょっと読んでみますね。どうしてこうなんだろうとか、これではダメだということはよくわかっているんだけれど、どうしたらいいか、その方法がわからない、行動に移れない、などと考え込んで、結局自己嫌悪に陥ってしまったりする。僕は逆の発想をしてみることを勧める。自分はダメな人間なんだとか、こうやったらきっとダメになるだろう。それならそのマイナスの方にかけてみるんだ。つまり自分でダメだろうと思うことをやってみること。それはもちろん危険だ。失敗にかけるんだ。でもダメだと思うことをやった方が情熱が湧いてくる。一度でいいから思い切って僕と同じにダメになる方、マイナスの方の道を選ぼうと決意してみるといい。そうすれば必ず自分自身がわーっと盛り上がってくるに違いない。それが生きるパッションなんだ。っていうね。ちょっとある意味恐ろしいことを言ってますよね。でもその一方でこう、ぐっと来るものがありませんか？私は結構ぐっと来てしまうんですけど、変にいわゆるうまくやろうとかするよりは、徹底的にね、ありのままの自分でぶつかっていくっていうことをした方がいいよってことだと思うんですけど、私もね、そういうふうに生きていきたいなと思っているんですが、なかなかやっぱり日々いろんなことを怖がったりね、ひよったりしてしまうので、まだまだしばらくこの本はですね、手元に置いておきたいな、何度も読み返したいなと思っております。まだ本当の意味でね、理解できてない部分もたくさんあると思うんで、とにかくね、岡本太郎って芸術は爆発だっていう言葉が有名ですけど、まさにね、言葉通りの本かなと思います。ということで、ひよってる自分を引っ叩いてやりたいと思っている方は、ぜひぜひ読んでみてください。すごい面白いです。ということで、また時々おすすめの本を紹介したりしたいなと思います。 See you tomorrow!